はい、皆様こんにちは。ディズニー実況パート5かな、わかんない、違ったらごめんなさい。いきたいと思います。ということで、前回ですね、この町にたどり着いたんですけれども、サバラっていう人を探すっていうミッションで、全く場所が分からずに10分ぐらい過ごしたっていう。だってちゃんと調べました。調べた結果ですね、分かりまして、この前回ここね着いたタワー、前と同じ場所にいるんですけれども、どうした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 、ここの下だって。ここ行ってなかったんだよね。バカだね、本当に。マーク出てんじゃん、みたいな。マーク出てるよ。すいません、本当に。ここ行ってなかったわ。上ばっかりっす。ということで、行きましょう。ん？取れてるよね。行きましょう。ここの奥にいるらしい。本当かわかんないけど。ネット情報なんかね。大体嘘か、大体嘘か、本当かわかんないですからね。わー、すごいすごい。ここだ、絶対これだ。あーすげえ、会食してるよ。あ、全然違った。あ、本読んでんのか。この人はサバラさん？いましたよ。いました、いました。新たな戦いに備えろ。サバラと話す。新しいガーディアンか。シティの規模がどんどん膨らんでいく。タワーにようこそ、タイタン。共に防壁を守ろう。いやー、アバターみたいな顔してるの、この人。いやー、こんにちは。行きましょう。よろしくお願いしま見す。事だ。もっとは分かりやすい場所にいてください。ん？これちゃんと読もう。アイテムを受け取れ。新しい家庭。新米ガーディアン。レベル4に到達しろ。OK。レベル4にすればいいんだな。よくやっ受け取りた、ましょガーディアン。う。何？帰って。絶対強いね、こっちの方が。よっしゃ。他にはないか。じゃあ、アーマーだけできましたね。よっしゃ。ん？タイタンアーマー？正しく使ってくれ。やべえ、俺金使っちゃった。決してためらうな、ガーディアン。オーケーオーケー。任せてください。うわ、なんか間違えて買っちゃったな、俺。まあいいや。まあ、後々ね、やっていくうちに分かるでしょう。で、ちょっと待って、クエスト情報を確認、状況を確認しましょう。よいしょ。クエスト。何すればいいんだろう。バンジー44から武器をもらえは。これが新しいやつか。レベル4に到達しろ。荒野に出て行っても動きの島に、どこでレベルを上げるのだろうか。進歩状況。これはオンにして。あ、これで表示？これで表示か。いつも、あ、非表示にしてるのか、俺。すいません。開けます。落ちれないね、ここね、ガラスがあるからね。じゃあ早速ちょっと町に行きましょう。町じゃねえ。あ、次のあれがちゃんと出てるね。この緑と紫に光ってるやつ、ところに行けばいいんだ。何これ、 ID 出ちゃったけど大丈夫かな、これ。すいません、今朝も静かに。静かですよ。探しに、この町は。やっぱり、おお、ついてきた、ついてきた。みんなベンダーなの？私が見たものを見エろ。リスモお前は壊れるだろう。ン。何？何をすればいいの、これは。どういうこと？そのうちお前たちもみんな私と同じああ、ガーディ喋っアンてにいけっなてることようね。にな。今度ここの上だな。ここいける？ここ。いけないな。これ地上だな。いやー、楽しい。なんだろう、本当に楽しい。こんなにゲームを楽しいと思ったこと久しぶりかもしれんよ。ああ、このことは武器の強化だ、次。武器の強化しましょ問題は分かっう。あ、しゃがんじたつ。と思う。ベンダー。さあ、また外に送り出してやろう。新しい武器。取引成立だな。やった。クエストが。お、クエストクリアですね、これで。いいね、着実に進んでる。ここちょっと強くなったんじゃない？ただ新しい武器 やっても使いこなせるかっていう話だよ。さて、次はどうすればいいんでしょう。あ、さっきのとこか。泣き叫んでるって出てるよ。大丈夫？
ちょこちょこ確認しましょう。クレスはね、船の回収、タワーハンガーにいるアマンダ・ホリデイと船の状態を確認。あ、さっきのとこだ。もう行ったとこに行っちゃったんだよ、これ。行っちゃってたね。これさ、もしさ、このディスニーをやめるとしたらさ、セーブとかないの？これ大丈夫？これ勝手にやめてもちゃんとセーブされてる？これ。ああ、耳が痛い。イヤホンがね、やっぱり付属だの、PS4 付属のね、イヤホンがね、でかいんですよね。耳の穴がすごいちっちゃいでしょ。どうでもいいけど。ああ、ここね。タワーハンガー、さっき来ましたね。先来ちゃいましたね。走ろう。ごめんなさい。遅かったね、今までね。走れんだよ。スティックがさ、壊れそうで怖い。あ、どこって俺のこれ。スティックがさ、この押し込みながらやるってさ、結構壊れそうで怖いんだけど。どうやって上がんのこれ。ここか。おお、同じ金髪だ。おはよう、ガーディアン。おはよう。船の回収。あ、船ももらっちゃうのこれ。やった。やった。あとはお家行くのに。サバラと話す。オッケー、サバラのとこに行こう。気をつけてね、ガーディアン。Thank you。あ、もうすぐレベルが3に上がる。走りましょう、走りましょう。これ今俺走ってる？走ってるよね。あ、別にそうか、押し込まなくていいんだ。一回押さないんだ。何も分かってないですからね。本当申し訳ない。さーて、サバラさんのところに行きます。もうノーカットですからね、私の実況は。もう移動、やっぱさ、こういうオープンワールドってさ、よく飛ばす実況者さんもいるけどさ、やっぱりこう、歩いてこういう時間も醍醐味だよね。ゲームのね。移動が楽しいもんね、もう。いたいたいた。私がいますよ、私が。リアム・アレクサンダーがいます。今朝もトラベラーの様子に変わったところはないか。変わったとこないよ、大丈夫。アマンダの熟練の造光船造船工だ。お前の船も修復してくれてありがとう。俺やった、俺船ゲットしたよ。よっ。だが残念ながら報告書にはワープドライブがないと書かれている。お前には他の惑星にも絵も遠征してほしいと思っているガーディアン・コスモドロームへ戻り、代わりになるドライブを探してくれと。コスモドロームってどこだっけ。よくやった。さっきと戦ったところに修復。 OK、 次のミッションですね。お、やった、レベル上がった。オービットに行く。タワーの目的を終えたらこれを押して三角で。オービットって何、どこ。オービット行こうか。オービットってどこだっけ。オービット、オービットってさっき俺が一番初めに戦ったところの惑星。お、エバーバースが真相回転。テス・エベリス。テス・エベリスね。エベリス。え、あの、まあいいや。が売る珍味。珍品か。珍しい品を見に行こう。行きましょう。いいね、これちゃんとね、体験版って書かれてるんですね。どうせこれか。あ、さっきのやっぱ地球だったんだね。すいません。タワーはまた別の星だ。で、ここは何これ。あ、これなんかあれか。で、どこに行きゃいいんだっけ。ここに行きゃいいのかな。地球に行こうじゃ、一回。うわ、広いな。これかな。あ、ここでストーリーを返されるんだ。OK。ということで、次回ストーリー行こうか。今回はですね、いや、進んだ。よかった。サバラの場所も分かったし、結構物語が進んだんじゃないかなと思ってます。いやー、ほんとなんかね、鳥肌が立つぐらい面白いよ、このゲーム。何なんだろうね、この楽しみっていうかさ、この面白さっていうのかな。なんかやっぱオープンワールド好きですね。昔からね、やっぱ俺オープンワールドが好きだったんですよ。ウォッチドックスとか、GTA 5もそうだし、やっぱさ、できることが多いゲームっていうのは本当に飽きないし楽しいですね。なんかそんな感じがするな。
だからあとさ、一緒にみんなとできるっていうのがいいよね。もう友達がさ、私いないものでじゃない。あまりその PS4 を持ってる友達がいないので、一緒にすることはできないんですけれども。まあでもね、だってネットとかでさ、知り合った友達とかでもさ、一緒になんか何ゲーム行こうみたいな話をしてさ、できるわけじゃないですか。いや、本当にね、憧れるね、そういうゲームライフをしてみたい。何時にフレンドと集まって一緒にゲームしようなんてさ、ないからね、モンストぐらいだよ。モンストでマルチ行こうぐらいだから。いやー、こういう本当に PS4 とかこういうゲーム機でもやってみたいですねっていう正直な思いですね。はい。そんなことはどうでもいいですよ。行きましょう、どんどん行きましょう。ということでですね、ディスティニー実況非常に楽しく私も実況できております。やってよかったと思っております。いやー、本当後悔をしなくてね、こうやってよかったって思えるのはいいことだね、と思ってますね。あ、ちょっと待って、待った。何が変更って、何変更って。はい、すいません、何でもありません。ということでですね、地球にロシアに戻りまして、復旧というですね、アクティビティをね、やっていきたいと思います。ということで、次期はもうパート何か分かんない、ため撮りなんで、まあ次回のパートですね、もう次回のパートに続きたいと思います。ということで、自己主張ありがとうございました。次回のディスティニー実況で、ね、お会いしましょう。さよなら。